リチャードローのこっからテレビ。はい、リチャードローのこっからテレビ第94回、はい、お届けしてますのはボーカルの島本、ギターの安井です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、8月分でございます。はい、8月といえばリチャードローが久々にライブをする。どんな感じなんですか。どんな感じ。あ、8月18日でございます。場所はですね、大阪の梅田ジーダで、やらせていただきます。はい、普通もお世話になっている梅田コネクションというイベントが第50回を迎えるということで、うん、その記念すべき50回の、うん、イベントに出演させていただくことになりまして、なんか出演者の方もかなり熱いバンドが集まっているということで非常に楽しみにしております。はい、はい、まあ我々自身も久々のライブというのもあるんですけど、うん、まあなんて言いますか、勝手知ったると言ったらちょっと言い過ぎですけど、よくお世話になっているイベントなんで、まあまあ何も気にせず思って楽しむことができたらいいかなと、はい、思って、現在準備中です。はい、現在準備中。はい、まあライブ告知なんでついでに言っていきましょう。はい、はい、9月7日、これも場所は大阪の、梅田ジーダで、ジーダさんでやらせていただきます。我々リチャードロボが主催の、ヘブンズヒア2019でございます。はい、はい、まあこれも割と、あ、でもいつもとはちょっと違う感じかもしれないですけど、なると思うんですけど、はい、まあでも、ちょこちょこブログやらツイッターとかでも言ってたんですけど、一応ちょっと来年はちょっと今する方向ではないので、活動方針的になので最後にするつもりはないんですけど、まあ一応一旦区切りとして、はい、2015年から続いてきたヘブンズヒアが一旦ここでストップ。来年は多分しないです、本当に。ちょっと別の用事があるんで、ね、リチャードロー的に別の用事があるから、それはね、どういうことかって年、ね、をこう追ってみれば、はい、あ、なるほどなみたいなことになると思うんですけど、まあ、その辺はまあまあまたまた、近々発表しますのでお楽しみにということで、はい、でなのでヘブンズヒアの出演者が我々ともういい、これもう毎回紹介してる気するけど、はい、もう今度か画面出します。はい、豪華出演陣の方々と一緒 に、はい、まあ我々がお世話になっているというか、まあ、繋がったバンド仲間と一緒に、まあ、盛り上がりましょうという感じのイベントなんで、はい、まあ、皆さんもう多分何回かこう遊びに来てくださってる方は、ああまたまたあのバンドおるわみたいな感じにもなってるところもあると思うので、まあ、こうみんなでね、こう繋がって、楽しくできたらいいんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お楽しみ。はい、はい、こんな具合ですか。暑いからね。毎年言ってるような気がせんのかいですけど、いやいや、今年は言っときましょう、うん、多分夏越せないです。このままやったら夏越せない。そうね、あかん。夏にガーン来ますからね。なんか今回すごいフェイントじゃない。フェイントです。なんかいつもより何日、1週間以上はなんか暑いのが来るの遅かったみたいなニュースしてました。暑いのっていうか雨がずっとやったよ、うん、ってましたよ、7月の中ぐらいから。そうです。だから非常にね、なんだろう、まあ、気は抜いてなかったんですけれども、えらいなんか、あ、夏ってやっぱ暑いんだってことを急にドカンと体に。なんか梅雨入りしてどうのこうのって言って全然雨がそんな降らずに、うん、あ、ないんやな今年の梅雨はって思ってて、もう梅雨が終わるんちゃうかっていう頃からずっとずっと雨、毎週。そう、俺新しいカメラ買ってる。使いたいのにずっと雨。そういうこと。4週ずっと雨。ずっと雨。ふざけんなよって。ものすごい腹立って。腹立ったんだ。そうですか。で、ああ、梅雨が明けるんかと思ったら、もうなんかそのジメジメ感と蒸し暑さ、はいはい、ね、その暑いので、もう夏無理やわ。もう9月ライブどうの、8月ライブどうの言ってるけど、もしかしたら俺おらんかも、ね。やめろや。夏無理やわ、もう。わしこれで歌ったら、ただのカラオケの2じゃないと思うけど。暑いわ。結構体調崩されてる方も結構周りにいるので。そうですね、いっぱいいますね。皆さんどうかお気をつけて。
水分補給は。ライブの、ね、あの会場遊びに来てくださった時はどうか元気な顔を、はい、お見せして、お見せできたらっていうのと、あの見せていただいたっていうのがあるので、はい、あの本当に気をつけてください。あのね、多分我々もそうなんですけど、皆さんこう年々年をいってるわけですから、うん、あのね、脆くなってるんですよ。あちこちが脆くなってると思う。あ、大丈夫大丈夫っていうのが一番危ない。あ、いかない、はい、そんなうまくいかない。俺も気をつけなければなっていう。つい最近入ったコンビニでじいさんが倒れましたね。あ、お客店員じゃなくて、うん、はいはいはい、びっくりした。で、俺はちょうどレジ自分の番が来て自分の生産をしてるタイミングだったんですよ。で、まあ、バタンって倒れたわけじゃないよ。だけどなんかすごいコンビニの端っこの方がなんかふわっとってない騒がしいからはい、じいさんが倒れてた。涼しい店内に避難したのか、わかんないですよ。まあ、暑さでやられたのか、持病でなんかとか、わからんけど、詳しくは追ってないから。なんかそういうこともあったんでね、ちょっと怖いですから。気をつけていただければと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。さて。まあまあ、お話をしていこうというところなんですけど、はい、まあ、随分前ですけども、もともとの地元だった大阪を離れて、私は京都の方に住んでですね、はい、でこの方もまあ長年大阪住んだところから、神奈川の方にまあちょっと移動したんですけど、はい、あんたらそっちで暮らしてて、どんな調子なんっていうふうな話ができたらなっていうところで、なんかいいところとかあります？まあ言うたら、うちの場合京都なんで、まあ観光都市ですから、うん、どっか京都の方に来たんやけど、どっか遊びに行くとこないっていうふうに一言で言われたらいっぱいあるんですよ、うん、言えるところですね。で、逆にだからこっちは聞きたいわけよね、はい、お前何が見たいのなるべくこう、そう、ね、それを言ってもらったら絞れるけど、どっか見るとこないみたいなことで、いや見るとこだらけやないかみたいな感じになるから、はい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 、なんかあります、その引っ越し先で。まあ言ってしまえば、あの川崎ってところなので、あの川崎フロンターレっていう、ああ、サッカーの、あのもう駅にバーッとあのフロンターレ選手貼ってあったりとか、なんかそんな盛り上がってるもんな。あ、盛り上がってるというか、そのもうあの駅自体がフロンターレさんがもうあののとこ俺とこやでっていうアピールは強いんですよ、やっぱりそれなりに。だからといって、まあ、その周りがサッカーそんなにとことこやってるかってよくわからないんですけど、まあ、大阪のガンバなんかこんなにちっちゃいなんか女みたいな感じやんのそう、まあまあ、で、フロンターレは結構でかくやってるし、それ川崎の駅自体も結構でかいんですよ。まあ、発展途上というか、なんていうか。だからといって、なんかすごいね、ここ行けばって、まあ、ラゾーナっていうところありますけど、まあ、でかいショッピングモールがあったりとかするんですが、うん、便利なんですけど、あんまり、なんですかね、もう土地も高くなっちゃってるんで、川崎自体が。だから、ここ、その、京都みたいに川崎来れば何かがあるよっていう街ではあんまりない。あ、そう、もう本当に住むところベッドタウンみたいになってて、それがもうかなりこうドカンとでかくなっちゃったなっていうところなんですけど、ただ東京に近いので、近いって言っても知れてるんですけど、あの大阪から京都に行くぐらいはちょっと気合はいるんですけど。あ、離れてるね。離れてます。東京の真ん中あたりに行くとしたら、もうちょっと1時間ぐらいはまず時間取って新宿とか、うん、あの渋谷とか行けるという感じなんですね、乗り継いで。で、もう向こう出て1年ぐらいですけど、1年も前ぐらいかな、もう行ってすぐぐらいにあのスカイツリーなんか行っちゃったりして。おスカイツリー、スカイツリーは東京にあるんでしょ。東京です、うん、東京の。そうだね、ライブ行った時そうです、見たもんね、スカイツリー3年ぐらい前ですけど。で、あ、高いなっていう。でもまあ高いとかあんまり得意ではないんですけれども、スカイツリーのこう景色を。あ、その高いは標高の。標高。あ、お値段じゃなくて。そうだ、お値段。もう値段も高かったですけどね。で、バーッと見ていって、まあ、最初、東京行ったばっかりなんで、こう、地図を照らし合わせながら、ここに何々がある、うん。両国国技館があったりとか、うん、あのこの前に一緒に行ったなって、うん、あの辺を車取ったんかなみたいなのを、キャッキャ見ながらやってたんですけども。そういったツリー、東京スカイツリーに行ったけど、じゃあ東京スカイツリーをすごくおすすめするよと言うかといえば、別におすすめはする、楽しかったんですけど、さっき言った結構お高いんです、うん、本当に一つのあの、なんだろう、あのテーマパークみたいなところに行くぐらいの料金持ってないと、ちょっとなかなか入らせてくれないみたいな料金がちょっとかかりますので、あれ行くんだったら映画館に行った方がいいのかなとか、いろんなことを考えてしまうわけでございます。
あとはどこ行ったっけな。でも東京に今一緒にいる人に話してたんですけど、あの前もあなたも喋ってたっけな、東京って東京とか神奈川方面なんか結構いろんなとこにあの行きたい場所が点在してるんですよ、うん、美味しいところがもうばらついてるし、うん、あの買い物行くんだったらもうこの駅でこの店はこの駅にしかないみたいなのがあるんですけど、だけど大阪ってこれ大体梅田行ったりとかすれば全部まとまってたよね。そうそう、だからうーん、いや1年住んでてお前何言ったんと思うかんだけど、僕は梅田の方が便利だし好きで、うん、やっぱり1年しか住んでないんでまだ住めば都じゃないかもしれないけど、この前あの東京の子たちがあの USJ にとかと大阪って住み心地どうなんですかって言われた時にはあの、まあ、少なくともと僕は田舎者だからあれかもしれないけど、梅田の近くに住んでた時の方がすごく住みやすかったし便利だった、うん、ここ電車乗る感じですかね。あと川崎周辺のところで美味しいところあるかって言ったら、川崎周辺の方が東京にも結構固まってるかもしれない、美味しい場所いろんなところ調べてーラーメン屋が結構激戦区だった。東京行くとこの駅にはこの美味しいんですよ、この駅が駅の乗り継ぎツアー、あーそうなの、なっちゃう、めんどくさいね、それめんどくさいです。だから歩いてのじゃあもう激戦区って言われるところが川崎だとしては川崎は 2,3 店とか4店とか結構集まってくる、便利、そういうところで言えば便利かなと思いました。あとは横浜のあの港の辺も近い、うん、ちょっと行っちゃおうかなっていう風には全然、まあアクセスはいいわけ、アクセスはすごくいいです、だからバーベットタウンかなと思うんです。まあ京都に関して言うとね、もうね、京都にはねあちこちあるんでただ最近ですけど今年かな、今年やたら僕無事に遊びに行ってるんですよ、そうなかなか面白いところやったんやなっていう、ああ今気づかされて、うん、まあ引っ越してからという意味ではないんやけど、まあまあタイミング的にそうなっただけであってあんまり知らなかったので、それこそあの10円玉の裏のあの平等院の行動ぐらいしか知らなかったから、うん、まあでも何回か遊んでるうちに、あなかなか宇治もいいなっていうふうにちょっと考えが変わったところあるんで、まあね、どっかないのって言われたら今の俺の精神状態だったら宇治をおすすめ、うん、夏にちょっとやら、今ちょっと宇治やられかけてる今の精神状態と夏はまあ関係ないけど関係ないか、まあ、でも年中通して結構遊べるのよね宇治、春は桜見るところあるし、あ夏は夏 で秋は秋で、はいはい、紅葉紅葉があるとそういうのがあるから、あそれはいいかもしれない、そうだそれをね僕が知らなかったので最近知ったので、ああなかなか宇治っていいとこやったんやなみたいな、あのお茶の有名な宇治、もちろんお茶とかそのそういうお店もあるし、あるけどなかなか美味しいお店も多かったり、うん、年間通してまあもちろんどこも やってるんでしょうけど、京都でなんか雪見るんだ雪景色見るんだったらここ秋だったらここみたいな結構スポットじゃないですか、いやでも多すぎるな、あ多いな特にあの桜とはいはいはい、紅葉に関してはちょっと多い、紅葉はこことかいうのはもうそれ一言では多分言えない、あいや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 お前まだそんなとこいいって言ってあそこ知らんのみたいな上級者になってくるわけよ、なるほどなるほどなるほど、そこはあはいはい豆腐はい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 、みんな知ってるねみんな言ってるねみたいな、そんなんじゃないですかそれが結構あのものすごい幅広いんで、はいはい、その紅葉じゃないかなんていうの、そのシーズンになったらそれぞれ、うん、なのでだから一概に夏だからここがいいとかっていうのはなかなか一言では言われへんもんやな、観光都市といったらたくさんね、ああこういうもんだな、そうね、観光都市ですからね、すごいな、すごいです、ね、今回もだから祇園祭りとかもやっぱり人がすごい集まったみたいで、はい、いや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 、そうなかなか面白いといえば面白いですね。でさっきあなたが言ったその住み心地の話で言うとまあ住みにくいですねダメやっぱテーマパークの中に住むのは結構大変です、ね、と思うわ、あやっぱそうなんだ、いやあの絶対ダメとかって言うわけじゃないけどその比べたらね、僕は大阪を知ってる人間なんで、はいはい、大阪と比べたらやっぱああっていうのはいっぱいありますね。ただまあ天秤にかけてどっちがいいで今はこっちの方がっていう感じで京都住めてますけど、もうこれ無理やと思ったら出て行ってますしね、あそうやまあいいから言います、そうやね、あ
なんか自分にとって得があるからっていう感じで住めてるかな。好きじゃなかったら住めないかもしれない、京都は。うん、他府県から来ると元から東京都におる人は別にそれが普通だろうけど、それはそうでしょうね。で、長年住んではる人もそれが普通なるんだろうけど、うん、そうやね、そう思います。だからよっぽど好きでとか多いじゃないですか、海外の人でも、うん、もう日本に引っ越してきて、そのわざわざ京都に住む、うん、まだって普通のこう、ケンちゃんに乗ってるガタイの人、女でパッと見たら外国の人、うん、なんか、ああいう人がケンちゃんに乗るとすごい違和感あるなって思ってなんか違うやん、はいはいはい、チャリンコでもママチャリ乗ってたらなんか違う。違う、普通にそういういつも見てる景色がないところに差し込んできますからね、あの体の大きさが。はいはいはい、なかなか、そういう風になんか好きじゃないと、まあ、住まれへん街かなと思います。へえ、まあ、いいところはいいところなんですよ。あ、それは分かります。ただ、なんかこう、うん、そのなんとなくどういうかな、好きだから引っ越して住みたいという人多いと思うんですよ、うん、その京都って特に、うん、あと北海道とか沖縄とかもそうだと思うんですけど、みんなはね、はいはい、好きだから引っ越してそっちで住むって、うん、あの仕事の関係で引っ越してとかってそういうのじゃなくて、住みたいと思って引っ越して住むっていうのは多分京都めっちゃ人気だと思うんですよ、そういう意味で。でもほんまに好きじゃないと住めないと思いますと思うっていう、まあ一般の人マイナスみたいなところがちょいちょいと、まあ一般の人は、あのものすごい、あの何リッチな方々は別の話です。ああ、はい、うん、お金持ちの方々は別に普通の、はい、なのそんな気にせんでいいと思う。どうせお金の力で何とでもできるんだそうやろ、せやな、うん、俺らみたいにごく一般的な人やったらっていう、その好きの気持ちがなかったら無理ですよって思いますね。多分でもそれ京都じゃなくてもどこでもそうですけど、それは分かりますけど、好きじゃないとなかなかやっぱ自分の住み慣れた街離れて住むっていうのが、ちょっと気合い入れますね。はい、じゃあいつも通り新聞でテストに入っていこうと思います。はい、なかなかええのって出てきてないんで、パッと見て、まあ、これでええんちゃうかっていうのを適当に選んでみました。はい。ということでやっていきます。はい。時間ないので早速いきましょう。おう。心理テスト。あなたは森の中にいます。うん。何の動物と出会いましたかっていう、この7つの質問であなたの性格が明かされるっていうふうな、ものがあったので、はい、やってみようと思います。はい。どっから読んだらいいかな。はい、はい、以下の状況を想像して7つの質問に答えてください、はい、7つの質問に答えてください。いいですね。はい、その質問ごとにあなたの性格が暴かれていきますと。ではいきます、はい、あなたは美しい森の中にいます。ほう、太陽はさんさんと輝き、ほう、穏やかなそよ風が吹いています。はい、誰と一緒に歩いていますか。誰と一緒に、一人、うん、そうやな、俺も一人やな。そのままいきます、はい、あ、いや、これクリックして表示って書いてあるわ。出てくるか。あ、出てきました。森の中を一緒に歩いているのは、人生で一番大切な人です。まあ、そうや。俺、開き直って言うよ。俺、自分大事やん。自分可愛いでしゃあない。そうね。はい。歩き続けていくと、ある動物に出会いました。はい。うん、その動物は何ですか。森の中ですか。森の中でキツネですかね。ああ、ウサギですね。ドン。出会った動物の大きさは抱えている問題の大きさを示しています。もし警戒心が強く近寄りがたい動物であれば、あなたは積極的な人です。逆に平和的な雰囲気であれば受け身の傾向があるでしょう。おお。ウサギってどっちなんですかね、キツネと。ああ、後者じゃない。平和的な雰囲気じゃないかな。受け身の傾向だ。受け身だし、受けてます。うん、うん。例えばだからヘビとかっていうふうに言ったら、はいはいはい、うん、そっちの近寄りがたい動物って感じだ、はいはい。なるほど。なるほど。はい。三つ目、さらに森に入っていくと空き地に出ました。うん、その中心に一軒の家が建っていますと。お。その家はどれくらい大きい？うん。で、またフェンス等、その壁とかはありますかっていう質問です。いや、ないです。コテージでなんか。なんか木を切ってるとか狩猟してるような人が住んでるようなって、でもちょっと小切れみたいな。ああ、俺どっちかだと逆なの。ちょっと汚めの山小屋みたいな。ああ、でも それに近いですよ。どっち 言ってしまう。ゴージャスな家ではないですよ。なんかその山に住んでるおじさんがいるみたいな、あの ログハウスみたいな感じ。あ、そう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 。
家の大きさは野心の強さを示しています。フェンスの有無はあなたが開放的な性格かどうかを示しています。フェンスがないっていうふうに答えた人はより素直な性格です、ということです。大したことないってことやな、俺は。野心はそんなにもっと持った方がいいんですかね。はい、でかい家を言った方がよかったよ。でかい家、でかくないって言っちゃったしね、さっき。家に近づいてみたところ、ドアが少し開いています。はいはい。まあ、そっと中に入るとそこにはテーブルがありました。テーブルの上には何が置かれていますか？テーブルの上にはパンとチーズみたいな晩ご飯。がっつり誰か住んでんな。がっつり住んでるよ。俺何もない。あ、ほんま。テーブルのみ、はい。テーブルの上に食べ物や人または花を見つけた人は現在幸せだと感じています。おお。うん、次や。何もなかった人、あまり幸せだと感じていないようです。あまり幸せだと感じていないようです。だって状況を考えて、森の中にずっと進んだところに空き地があって、ポツンとログハウスがあって、誰も住んでへんやん。がっつり人住んどるのがめっちゃおもろいな。住んで、僕住んでるんですよ。全然住んでへんイメージの家やから。俺住んでるイメージでした、すごい。じゃあ次。はい。あなたは、家の中を一通り見て、うん、裏口から外に出ました。はい。そこには芝生が広がっていて、中心には庭がありますと。うん、うん、そこであなたはマグカップを見つけました。はい。マグカップは何でできていますか？っていうか、この主人公すごいよな。勝手に人の中人取り見て、はい、で裏口から外に出て、しかも庭を庭散策してマグカップを見つけたってことやろ。はい。俺妖精はこれ。そうやな、だって優しい人やもんな。覗くはすると思うよ。ドアが開いてたらな。ドア開いてたら覗くぐらいはするけど、中いろいろこう探して、しかも裏口から出ていて庭見つけるとか。はい、まあ見つけたマグカップは何でできていますか？木か、俺、プラみたいな感じ。はいはい。マグカップ、あの、でもガラスとか陶器ではない。ないです、木製ですね。マグカップがどれほど丈夫であるかによって、森の中を一緒に歩く人との関係の強さがわかります。一人やのに、またそれを使って何をするかは、あなたがその人に対しどのような態度を取るかを表している。まあ、木は脆いよね。まあ、だから陶器とかを選んでたらっていう。自分はあんまり大事にしていないかもしれない。その前言った一緒に歩く人の、ああ、なそかそか、そういうことか。一緒に歩く人との関係の強さのことやから、もろかったら結局そんなに関係が強くない。強くはないでしょ。まあ俺一人やし。最初に一人で選んだし、あんたもやる。面白いなと。庭を進み続けると、はい、まだ庭あるか、あなたは自分が水の中にいることに気づきますと。結構行かれてんじゃん。うん、やばいね。ファンタジーやな。そうやな。そういう精神でおらなあかんかってな。水ね。リアルを離れて。はい、はい、それは湖ですか、川ですか、池ですか。池庭やろ。池やな。庭からどこに行くねんっていう話やけどな。そうやな、ファンタジーですね。庭を進み続けてたら水の中にいること。池ですね、僕は。俺の湖かな、こうなったら。あ、でかいですか。うん、あ、はいはい、広い、でかい。だって歩いてたら気がしたら、あ、なんか水の中おるやんみたいな感じなんですよ。どん。小さな池、海など、その大きさはあなたの性欲の強さを表しています。あー、俺がっつり性欲が強いみたいですね。何やったっけ、池やったっけ。ちっちゃ。なんかそれはそれで寂しいよね。せやな、俺海って編集してもらえんか。マジか。最後です。はい。家に帰るためにはあなたはその水の中を渡りきらなければなりません。はいはいはい。どれくらい濡れましたか。いや、全身びしょびしょ。全身びしょ濡れです。はい。水に濡れた程度はあなたのセックス重視度を示しています。より濡れていた方が重要視している傾向。まあそりゃそうですよね。性欲薄いくせに。はい。重視してんね。水も選んだぐらいですからね。はい、まあそんな感じで2人のことがちょっとでも、はい、皆さんに分かっていただけたら。結局性の話かっていう。犯罪人んちの荒らした挙句ね。はいはい、まあ、そんなことで第94回のネットテレビをお届けいたしました。はい。さっきも言いましたけど、本当あの暑い
時期ですので、体の方、本当に気をつけて、はい、まあ、我々もそうなんですけど、何をするにしても体が基本ですので、はいはい、本当に気をつけて、過ごしていただきたいな。夏休みとかね、すごく楽しみなことがあるかもしれないですけど、それも元気だからできるということなんで、いいですね、はい、ということなんで、はい、また皆さん元気な顔でお会いいたしましょう、はい、はい、ということでお届けしました、ギター担当安井と僕らの島山でした、はい、ではまた次回お会いいたしましょう、はい、バイバイ。